ロストインファイアーフライフォレスト、結構古いゲーム、2020年の作品なんですけど、Wait, wasn't I just here? なぜここに、Can't think of it. I can't remember this part of the forest. とこんなとこ知らんぞ。ZJ? Let's see if I can find a way out. 出口を見つけよう。スペースインベントリー。WASD で移動。はい。なんかループしてる？なんか空間としてはおかしいね。 Z Here the three wise men began their journeys. 女性が3人。目的地に着くまで止まらない3人がいる。はい、3方向でこれなのかな。こっちから来たのか。なんか道から外れると、違うな、なんだこれ。クルー、アイテムではない。XK クルーノースイースト、It all leads toExcept when I go back and forth three. 3回で入りすると井戸に着くっていうのはルールとしてあるんだね。 A deep dark well peering into its depths you can't see any water or a bottom at all. めちゃくちゃ深くて水も入ってない井戸。You don't see any bucket or rope. バケツもロープもこの辺には見つからないよ。なんかこの手のこの手の探索脱出ゲーム系にはよくある。ちょっと。Oh, you back I see well good for you. You found some sort of glue. Glue、見つけたね。On that piece of paper, interesting, I found something similar.似たようなものを私も見つけたよ。Here you can have あげる。なんか役に立つかなみたいなことで、クルーをもう一個ゲット。これをどんどん見つけてきて、まあ謎を解いていこうね。Walk in a circle。これを次はやりたい。Walk in a circle。演技の中に入り、歩いていけ。サークルとは、上と下にひたすら歩いてもなんかねえって感じだよね。サークル状のものが見つかったたらそっちに向かって歩けばいいのかな。この左と右を指してるアイコンになるようなものが別に見つかってないし、女性3人のところにももう行けなくなったね。まあ行き方もともと知らないんだけど、サークルのある方向へ行けよと言われても、これがサークルというふうに認識してもこれの行き先わからんしね。サークルって井戸のこと？サークル、
からサークルに関するものある？ここにサークルあるね。ここにサークルあるっちゃある。ない。女性3人はゴールに向かってひたすら歩き続けるみたいなこと言ってたから、って感じがするけど、失敗ですね。初手で言うと、初手でよく私あそこ行けたな。どうやって行ったんだ。もうわからなくなった。なんとなく漠然とこの地図はまともな空間ではないからマッピングは無駄だと思ってるけど、マジで分かんなくない？え？このマークの意味することは何なんだろう？左と右のアイコン。あ、ぐるっと回るように歩けってことか。だからこうやって回ればいいんだ。あー、理解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 。時計回りと反時計回りにぐるっと回ることによってその向きに応じた場所に行けるの。今は反時計回りだからここにたどり着いた。ちゃんと理解しな。The hero stuck him while all watched. 安全アゲインセグレットアンスインバイオルゼアバクチャンド。ちょっとわかんないです。このスランバリングレイクガーディアン。ヒーローがなんたらかんたら。この文章、この英文を読み解く系の知識が必要だったら私は積んでしまうけどな。You grab a stone from the pile and throw it. 石を投げつけた。この文章がなんかこいつらの配置について言ってるような気もするけど、もう一回北へ同じように。あー、リセットされてる。これってじゃあこの空間だけで完結するのかな。 The hero struck him while all watchedAnd then again in secret, unseen by all. They are backstand. こいつらが見てる見てないみたいなことが重要っぽいんだよね。まあ、見てないときに背中を石で殴ればいいのかなみたいなことを考えたさあるけど、真ん中は別に動かないんだもんな。まあいや、こっちはこっちで、じゃあ時計回りに回ってみて、それがこれなんだ。魔女。
Yeah, the three wise men begin their journeys. もう三方向に行ってみますかなんだよな、今度は。ひたすらこっちに行ってみて。目的地なのか、ここでさらに向きを変えるべきなのか。もう外れたっぽいね。外れたね、多分。渦巻きの向きに回転するとか。今右側に行ったから、右以外のルートでも同じようなところが出てくるか見てみるか。上、ひたすら上に行くと、渡れないので、あそこのあれを入れてこないといけない。もう一回やってみたいな。何画面右の上に切り替わった？ 1,2,3,4 枚目でここに来るから、3枚目でこれ何？これ何でもないのか。3枚目で左に曲がるとあっち行けたりしないのかな。違うんだよな。違うんだよね。そんなマップじゃないもんね。まあもう一匹いるから見てみるか。左、1,2、多分4枚目で来る。3,4、月の扉。トイレ、トイレットペーパーがない。アイテムなんてマジで見つかんないね。なんじゃこれ。お互いに、魔女の三方向については、右側のぐるぐるが何なのかがわかんない。まあ、魔女来た道を戻るってのは一回やったもんね。次でぐるぐるが来て、ここでこの向きでぐるっと回るんだったらこっちに行ってみて、でまたしばらく回る。本当かな。だって回ると多分魔女の方に優先されるよな。まっすぐ行くと多分もう何もない。何もないよね。ダメ。今私がやれることは、石を投げる場所を読解することなのか。これはもしか、ここを戻ろう。4画面行ってみるか。1,2,3,4、なんもないね。したら、必要なものが井戸とトイレと魔女の解き方とこいつの解き方とあって、唯一これだけなのかな、いけそうなのは。こいつのこの言葉の意味が分かればいいって感じ。言葉の意味が分かればいいって感じ。なんかこの文章をまるっと翻訳すると、ヒーローは彼に向かって
全員に見られてる状態で1回投げて、で次は全員に見られてない状態で1回投げるっていうふうに言ってるから、全員に見られてる状態で1回投げ、全員に見られていない状態で1回投げる。合ってる。ちゃんと翻訳するだけだったわ。2番目来る。1,2,3,4、1、こんな動き方しないか。2,3,4、なるほど。希少い木が一個だけ生えている。 It has two weird branches sticking out。 2本の奇妙な枝が生えている。腕みたいなやつだね。一つは長い、一つは小さい。 They seem rotatable from their middle。 回転できそうだぞと言っていて、ここで回転できて、でここに時計があるので時計に合わせそうだよね。 For some reason there is a clock in this tree. The time is appear to be stuck on little 5 past 4。 5時から、あ、Engraved just under the face of the clock are the letters E and then N。翻訳をしないとダメだ。多分方角について、北が上じゃないよねみたいなこと言ってる気がするんだよな。どういうことだろう。時計の下に E と N が書いてあるっていうふうに言ってる。で時間は5時4分か。5時4分。違うんだよな。それを4分っていうのが変だよね。東、え、 E はどっちだ。 E は右だから北東、下が北東なのかな、下が北東なのかなって、なんだ、つまり斜め45度、
右が、右下に向かって12時なのかな。とすると、こっちが12時で、5時4分に見えるけど、ここが12時だから、5時って何時？5時って普通何度になるの？45度。45度と時計の30度って噛み合うんだろうか。5時に見えるけど本当は何時だろうね。5時って100何度？180を6分割して30の150度、150度だけど45度ずれてるから115度。自分の考え方だとうまくいかないんだよな。時計と3分割と2分割では相性が悪いからちょっと違うっぽいだよな。紙とかに書いた方が早いのかな。書いたらなんとなく1時45分っぽい。残念。じゃあ違うわ。なんだろうな。じゃなくて普通に時計を合わせて EN の方向に進むだけ。絵が合ってなかったんじゃないか今。1、2、3、ちょちょちょ、3、4、5、6、だいたいこの辺だと思うんだけどな。54じゃなかった。5と4。だよね。さっきこれでやったんだけどね。いやダメだね、違うわ。これだいたい4、4、5だったらこんな感じ。4、5なの。あれ4パスト5って、なんか翻訳機に突っ込んだ時に4時5分で出てきたけど、5時4分で出てきたけど4時5分だったのか。サムーン線トイレじゃん。 WSEWSE 魔女に行くには時計回りで、割とヒントが直接的なんだな。買い読みしすぎない方がいいわ。時計が5時4分4時5分って指してればもう4時5分。まあ文字盤 NE で読んだら確かにわけわかんないのは分かってたんだよね。だとしてもか、だとしても
今さっきの時計で、あ、いやでも合ってんだ、4時5分で読めば別に4分みたいな疑問はなくなってたんだ。翻訳ミスでした。WSEWSE W だから左下右、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 これは分かりやすいね。 You can barely make out the years on the stone. There is something else carved on there. You can barely make out the following layerだ。1302、1344。うん。うわー、ちょっとメモしないとダメだねこれ。何を言ってるのか分かんないけどメモしないとダメだ。関係あるかね。左上の光ってるところも気になるね。1301138714170。The patch of loose earth on the ground. なんだこの EARH って。As if something was recently buried here. 何か埋められた後。これが1471-1520で、そしてこれが書いてある。順に読むみたいなことなのかな。なんか適当にこれに合致そうな英語探してみるか。うん、多分意味は合ってると思う。 Read as chronological order だと思います。だから年代順に読めだと思われるとすると、さっきも言った年代の順番だと一番古いのは1204、これで、次がこれ、で次がこれ、で次がこれ でこれで、で次これなんだけど、幽霊が出てきた。幽霊が下に行った。下右、右上、下、右、上、右、
下右上下右上右が幽霊。ま、なんでこんなに。ここは、あ、でもなんか歩いてるね。ロープだ。やっとか。まあロープ行くかな。あそこはなんだ、井戸は出入りを繰り返して人がいなくなってる。ここでこれを使う。そんな使い方すんの。There are three different paths in this underground realm. Each leading a reward. それぞれの道、三つの道で何か獲得できるよ。Reward from any path and you shall tumble into the void. なんか道を外すと偉いことになります、みたいなことかな。雰囲気翻訳してます。1がフォワード、2がライト、3がリフト。1がフォワード、2が右、3が左だから、プレイヤーの来た向きに応じてなんかやってほしそうなんだね。で、3方向あって、上に、あ、そういうこと。なんか書いてあるんだけど、あそこに。なんか書いてあんなぁ。あれもメモします。しばしお待ちを。メモりました。メモりましたというか、本道でしたね。書いてあるのは。で、道を外さないように。あー、これがそう、さっきと同じ道だ。多分。ということは、これも外れだね。ん？Invisible maze. Warning, entering may result in eternal wandering. これ何？トイレ？え、これマジで見えないの？なんかヒントがあるわけじゃなくて？The one who waits patiently will be shown the way. 待て、待てと言われた。でもゴール前空いてなかったような気がするけど。どうすること？そういうこと？プランガー。ちなみにもう関係ないところには道ないよね。
なるほど。これ別の2つの道は何なんだ？まあもうトイレ行きゃいい、行っちゃ行きゃいいなんだけど、ただこのどっちのルートもそれ以降の道は照らしてくれないからな。アイテム使えるのかな。いや、トイレ行くか。これ歩けるようになってんのかな。なんでこれ通じてんだ。なんかわかんないけど道がつながってる。なんだこれ。3132。ああそういうこと。そういうことか。3は左だからだ。3で左、1前、左、右、2だから右、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、右、右、左、右、左、左、まっすぐ、まっすぐ、3だから左、右、右、まっすぐ、右、右、左、まっすぐ、まっすぐ、左。うん。これだ。The fourth wise man started at the lake。 4人目は池から始まる。なんでこんなバラバラなんだこの地図。本当にこの文字通り読んでいいのかな。じゃあここってあの迷路じゃないのか。上じゃない、まっすぐありで下じゃない。これがまっすぐ行けてってことはこう行けるんだ。なるほど。こっちは簡単だ。こっちこそが、さっきの迷路だ。これはわかる。うわあ、よかった。これが開いた。で、地下はもういいので、いやー、いろいろ行けるとこ出てきたぞ。面白いな。自分が詰まったのだけ結局、英文が出てきたとこだけじゃない？4時5分と5時4分を間違えたり、なんか石を開ける呪文が読めなかったり。英文が突破できればいけちゃうんだな。トイレの魔女、のトイレで、ここでトイレットペーパーがないかちょっと違うかも。ん？使えた。You manage to unclog the toilet. Surprisingly, you find some toilet paper がそこに入っていた。トイレットペーパーじゃないな。紙を見つけた。念。念は、まあ、方向だからわかる。それぞれのアイコンが示す順番に辿ってほしいと言っているが、それぞれのアイコンが示すものは何だっけ。まずまだわかんないね。最初のアイコンが示すものが何だかわかんない。あの王宮みたいなやつ。2番目と3番目はわかる。3人の魔女と木だよね。
そうだな、魔女のとこ行って上の通路開いたからそこ行こうか。新しい通路は基本的には行かないと何ともできない。上の通路、ぐるぐるの謎がまだ解けてないのか。右の魔女のぐるぐるに行く先と4番目の魔女がどこに行くかという件のレイクが分からん。ただまあここ行けるので、メタリックボックスだと置くとシャッと、メタルの箱が閉まっている。ん、なんか迷路またやらせてる。こっちが方向転換でこっちが進めなんだ。でなんか進める道があるらしい。え、こんなの当てずっぽうでやってわかるわけないじゃん。なんかヒントがないとおかしい。WWEN、 いやここにはヒントないかな。マジで頑張ってもできるけどな、マジで頑張ってもできるっちゃできる。なくね？ちょっと待って、これ今本当にやれるやつ？ノーヒントはおかしくない？なんかここに来るまでにヒントあった。え？やめました。当てずっぽうではきついっていうか嫌だ精神的に。 The Force Winds の Started at the Lake をやりたいよなって感じがする。単純に考えたらレイクってあそこだから、反時計回りであの石像のとこ行って、ここから下に向かって4歩進むのかな。1234、え、合ってんの？マジか。ショベル？まあいいや、ここ入ろう。キャンドル。キャンドルに火をつける方法はない。上と左。
ショベルってなんだ？ショベル。あの、右の魔女のぐるぐる巻きの先とか行った方がいいのかな？あそこ掘れるかもしれん。ここは火を灯すものがないから無理と考える。魔女の、どっちだ？時計回りだ。右の魔女の真ん中、あれがでも掘れるマークっていうのはちょっとわからないけどな。1,2,3,4。今解いてない謎がそれしかないから。ここでショベル？違うわね。ここの謎は解いてないんだ。次なんだ？ショベル？下から来てぐるっと回ってんだよこれ。こっから、これも視点がどっちかわからん。こっからこの形でぐるぐる回ればいいのかなと思ったけど、ぐるっと回ってるマークみたいなヒントないしね。順番で見つければ新しい場所行けるのかな。塔をさっき見つけたから、塔の行き方知ってる、三人の魔女知ってる、木の場所の行き方はあれでしょ。最後のあれはなんだ、四番目のあいつがわからん。四番目のあいつがわからんじゃやっぱダメか。井戸じゃないし洞窟でもないし、4番目に行ける場所の当てがない、洞窟でもないでしょ。あれはあのマークなんだ。お墓、お墓、いやわかんねえな。なんだここで、なんだここで詰まった。ショベルの使いどころはまだない。あれ？ループしてる。ん？なんでだ。この1,1,2,3,4なんだな。ホタルの数がで 1,2,3,4,5,6,7、 ホタルの数、ホタルの数に何かヒントがあるな。多分ホタルがいるっちゃいるか。さっき一発目をなぜ成功させたのかが分かればね。一番多い方向？ 1,2,3,4 なんだよね。1に行くと外れだ。そういうことではない。いや、もしかここで 1,2,3,4 の順番を覚えて動くべきだったのかな。
テルノー、ん？ホタルノーヒントも頭おかしい気がするな。紙が多分あるんだろうけど、1じゃねえ。さっき下行ったんだっけ。4違うわ。こいつの謎が解けない。ズタの意味を考えた方がいいのかな。そこにヒントがあった。こんな地形の場所もないしね。これトイレットペーパーでしょ。いやこれ やった方がいいのかな。あと最後の4番目はわからないけど、この順番でいくとなんかいいことあんのかな。何もわからないよりは。ここ来て、これが解けないのも変。これが今解けないのも変なんだよな。まあ炎なんだろうね。多分4番目が、4番目多分ライター的なもの、マッチかライター的なものを見つけるんじゃないかな。でここに書いてあるなんかの手がかりがどっかにあって、あの渦巻きかなとか思うけど、でこれで召喚するとゴールなのか、もしくはあの何かが埋められた跡があるって言っているところに何か出てくるのか。いやでもあれは幽霊か。これが解けてないで、こっから魔女に行くには、だけど魔女に行くためには途中でこうやって通っちゃうことになるから、これがなんかこのフラグを満たすのみたいなのがよくわからん、まあ、正直なところだね。魔女来れましたがみたいなね。でこっから木に行くにはさらにこれなのよね。いやーなんか間違ってるの分かってやってんの虚しいよな。もう次が分かんないんだもん。どうせトイレだったらまた魔女戻るのってなるよね。なんだ、詰まった詰まったな。何が分からなくて詰まってんのか分かんない。あのトロッコをマジでゴリ押しでやるべきなのか見えないけど、トロッコゴリ押しか、そんなところでシャベルが使えたんだポイントを見つけるか、魔女のホタルの謎を普通にノーヒントで解く状況なのか、どれかかな。魔女のホテルを、魔女のホタルを魔女のホタルを解く鍵がないんだよな。ヒントがないじゃん。1234だけど、で真ん中に7いるんだけど、何？
イオンじゃない、なんで、なんかこれを進むためのコード絶対あるな。こんなのデタラメに進むわけない。なんか1234を使った何文字かのパスワードをどっかで見つけるはずなんだ俺。それを飛ばしてる。じゃあなんかどっかの謎解きをすっ飛ばしちゃってるな俺。なんかやるべきことを一個飛ばしてるわ。おかしいこの詰まり方は。キャンドル見つけるか、謎の文字列見つけるか、あのトロッコ解く鍵か、何かしらをどっかで発見しないとおかしいんだよな。どうする？紙で書かれていることが分かんないのはここだけかな。どうする、どうする、いやここは全部取ったな。まずい、まずいな、この詰まり方は。これはカット。しばしば。完全に忘れた。ホールと言ったらこれだわ。After some digging, you stumble across some odd piece of paper. 紙をゲット。これ、トロッコじゃん。トロッコ問題だわ。ねえこれが謎解きゲームの俺の嫌いなとこなんだよね。嫌いというか苦手なとこなんだよね。何か一つわからないと一切先進めなくなって時間だけ過ぎる。違う、進む方がおかしい。いやー、ショベルを使って墓を掘る。なぜこれが思いつかない？まあそんなもんなんだよね。はい。ライター。ということはライターなんだけど、ライターもライターでまだわからんかな。ライターもライターでまだわからんとこあるんだよな。まあでもあそこで使えるかどうかだけやってみないとわかんない。ライターどこだっけ。ライターは4人目だから、さて、まあそうなんだよね。ああでもこれ左上と左下に書いてあるやつを作ればいいのか。なるほどね。はい。W、 これは本当に文字通り受け取っていいのか。つまり左左、合ってるよ。
で1個ゲット。なんだこれ。こんな場所あった。こんな場所なかったな。なんだこれ、急にそんなの来る。あ、っていうかじゃあこれわかるでしょ。なのかな、そろそろ。わかんないんだよな、4番目の場所がわかんないんだよ俺。この地図と合致するようなポイントはどこかにある？これの4番目ってなんだろうな、お墓かな。あれか、これなんだ。まあ井戸かなってやってみる。やってみるとすると、やってみるとするとまずぐるっと池に行って、まだ未解決のものってある。池から下に行って、まず一箇所目でしょ。まず一箇所目、そしたら魔女に向かって、これ魔女の入り方って、下からぐるっと回ってこいなんだとしたら、こっからこっちに行って回り始めるのが一番正しいんだね、多分。これでぐるっと回るのが正規ルート。この魔女のが一番正しいです。でその後に火だから、これ1 3 4、そしたらその後に井戸だよ、だからとしたら水素、これはどっち向きでもいいから、これでこれだとして、その上で NEN だから、上右上、合ってる、合ってるんだとしたら分かりづらいな。これこれ井戸に見えない。まあ これじゃないよ。だから消去法であれしか見つかんなかったけど、お墓にも見えなくもないしない。こう来て、こう回って2回回って目が乾燥してきた。1回回ってこっちに回ってこう来てこう回ってこう回ってこう回ってこう、なんだ、なぜ灯す必要があるのですか。これを灯せっていうのはでも指示になかったよね。本当に行くの。でも出られたのか。 You solve the mystery of Firefly Forest。
本当かな。エンディングは一つしかないのだとしたらこれで終わりかな。なんか調べられるかな、エンディングの分岐とかあるのかな。うーん、調べたけど分かりませんでした。いかがでしたか。まあいいでしょう、多分あれしかないだろう。ということで普通に謎解きでした普通に謎解きのゲームでした。まあ自分が詰まったポイントは英語が読めなかった、4時5分を5時4分と読み違えてわけわかんない方向に思考を巡らしてしまった点と、もう一個英語が読めなかったのがあったよね、なんだっけ。あとはショベルを使って墓を掘り起こすっていう発想が自分の頭の中に出てこなかったことだ。もう一つの英語は、あれか、池を開けるときか。全員が見ているときと全員が見ていないときっていうのを、まあ、愚直に翻訳すれば出てくるだけだったんだけど、翻訳力がなかった。あ、でも詰まったのは大体そのあった。あとあれか、トイレットペーパーに書かれている紙のアイコンが分かんなかったの4つか。でもそれ以外は、まあ、順当に必要なものを見つけてきて、順当に解くことができるっていう感じのゲームでしたね。日本語になってれば全然多分難しいものではないかな。必要な時に必要なアイテムが出てきて、まあ、それが解けることで引っかかってた別の場所の手がかりを見つけることができるっていう、とても真っ当なゲームでした。いいゲームでしたね。日本の謎解き海外の謎解きを比較するとどうだろうな。日本語って特殊だから、日本語のバリエーションってやばいから、やっぱそこでそこの謎解きを使わない分、どうだろうね、物足りなさみたいなのがあるのかな。謎解きのようなことは別にしてないもんね脱出ゲームなんで、どっちかというとこれって謎は解かなくて脱出ゲームだから、その迷路の解き方とか言われたことをやるだけだもんね。迷路は書いてあったり、待つといいよというヒントをもらえたりしたらもうそのままだから。あと移動のルールとかね、左右上とか NEN はだと右のことですよとか、あんまりそこから発展したようなひらめきみたいなものは特にいらないゲームでしたね。言われたように言われたことをやるだけか。むずいよね。でもひらめきって何なのってなるもんな。そしたら最後のなんか木の切り株の周りをぐるぐる回るやつも、あれももう指示通りだし、トロッコを動かすのも指示通りだから、なんかそこにもう一ひねりあるともっと面白い、面白いというかもっと難しくなるだから、結構今のはちょうどいいんだよね。ちょうど誰でも楽しめるぐらいのレベル感なのかな。もう一発大人向けの難しい脱出ゲームをってすると、多分言われた通りにやってもうまくいかないから、もう一つ考えてねみたいな、もう一ひねりあるよみたいなところまでやりがちかな。なんかそんな気がします。まあ、脱出ゲームとかやんないんだけどさ僕。というわけで英語が読めれば誰でもできるようなタイプの、最近こういうのばっかやってますね英語がわかれば楽しい余計の海外製謎解きを最近はやたらやってます。いやっていうのもね、ミスト3を自分は買って積んでるんだけど、まだ起動してないんだけど、ミスト3で評判がいいんですよ。だから買ったんだけど、日本語翻訳入ってないんですよね、Steam 版は。多分、その、当時のパッケージ版みたいなやつを、わかんない、Windows 98版とかなんかその辺のやつでしょ。めっちゃ昔のゲームだから。なんかそういうやつを買えば日本語版ついてるらしいんだけど、スティーム版ないし、なんかその、日本語翻訳勝手にしました版みたいなやつも見つからなかったんですよね。だから、ミストを英語でやるのかっていうのの予行演習として、
こういうゲームをしばらくやっています。だからそのうちミスト3手つけようと思います。ということで、お疲れ様でした。